野武です。今日もご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、日本の元エースのフォワードでね、ドイツをはじめ南米とか海外でも活躍してね、ドイツワールドカップにも出場しましたね。それとシドニーオリンピックでですね、それにも出て活躍しましたね、高原直康選手についてね、まあお話したいと思いますね。まあ高原はですね、若くしてね、ゼビロ岩田なんですけどね、まあ当時ゼビロのエースは中山がいましたけどね、中山以上の存在になるということになるんじゃないかということでね、若い時から大変期待されましてね。そしてシドニーオリンピックですよね、シドニーオリンピックに出場しましてね、そこでですね、まあ20歳で出場したわけなんですけどね、そこでね、黄金世代ですね、まあ、結局だからはね、黄金世代ゴールデンエイジの一員でしてね、まあ中田秀、中村俊輔、稲本だったと思うんですよね。高原も、そして柳沢ですね、黄金世代でね、シドニーオリンピックに出ましてね、まあ、絶対的エースの高原のね、見事な南アフリカ戦でのですよね、決勝ゴールもありましてね、まあ、監督はトリシエでしたけどね、そしてこの大会で2ゴールも上げて大活躍を見せましてね、日本も見事にね、決勝リーグ、もうメキシコオリンピック以外ね、以来ですよね、何十年ぶりでですよね、決勝リーグに導いてた立役者としてね、もう大変活躍して、今後もずっとね、もう10年は日本のフォワードのエースは高原でね、間違いないと言われましたけどね、まあそしてもちろんね、2002年の日韓ワールドカップにもね、もちろんレギュラーのエースフォワードとしてね、もちろん選ばれる予定で期待されましたけどね、実はですね、なんか調子が悪いと言いますかね、よりによって日韓ワールドカップのですよね、1ヶ月ぐらい前にですよね、飛行機に長時間乗っていたのがたたりましてね、エコノミークラス症候群ですよね、エコノミークラス症候群を、になりまして、結局、日韓ワールドカップは本当に棒に振ったわけなんですよね。これがね、高原がいるのといないとではね、どうも違いでしてね、高原がエースでね、結局柳沢と高原の2トップでね、もし日本がね、高原がいればですよね、もう間違いなくね、まあ決勝トーナメント1回戦やなしにね、ベスト4までいてね、ベスト4行ったら、準決勝はブラジル戦になりますから、これは負けたかも分かりません、負けたでしょうけどね、結局ベスト4に行って3人決定戦で監督とね、サインをめぐって、メダルをめぐってね、日韓対決が行われたでしょうけどね、もうこれは非常に残念ですよね。そしてね、さらに悲劇が続きましてね、2004年のアテネオリンピックですね、アテネオリンピックの時もですよね、オーバーエイジ枠ですよね、高原が選ばれていましたけどね、これまたね、エコノミークラス症候群でね、またもやオリンピック2回連続出場ということを棒に振りましてね、非常に、まあ、悲運と言いますかね、実力はありながらね、もう高原というのは大型フォワードでしてね、まあ日本では三浦和、釜本と並ぶぐらいのね、本格的エースだと思って、才能ではね、岡崎とかね、大阪より上と思うんですよね。ですので、南米の強豪チームでもね、活躍をして、そしてハンブルガーすごいですよね、ブンデスリーグの。このブンデスリーグに日本人がね、行くというのはね、奥寺以来2人目という、久しぶりに2人目ということでね、ハンブルガー SV ではですよね、まあ、エースとしましてね、ゴールも量産してね、寿司ボンバーとしてね、まあ、寿司ボンバーという異名でですよね、まあ、大活躍してね、まあ、相手チームから恐れられた、そんだけのね、優秀なフォワードなんですけどね、まあ、結局、唯一ですね、2006年のドイツワールドカップには出場しましたけどね、まあ、これもね、日本が、1枠
け2敗でね、あの決勝トーナメントも進出も果たせずですよね。結局高原、大野、中村俊輔、中田英寿、川口ね、柳沢というね、黄金世代が集まってね、2006年こそね、黄金世代が全盛期を迎えますのでね、年齢的に。2006年のドイツワールドカップが一番ね、黄金世代の活躍でね、日本が躍進するんだと、躍進するんだと見られてましたのでね、まあ、この予選敗退というのは意外で、残念なんですけどね、まあ、高原にとってもね、まあね、ヨーロッパでも活躍してね、Jリーグにも活躍しましたからね、あの、でもやはりね、2回のワールドカップ、それしかも地元の、まあ、1回のワールドカップと1回のオリンピックですよね。しかも地元ですよね。日韓ワールドカップで直前にですね、1ヶ月前にエコノミークラス症候群になって欠場するって本当に不運としか言いようないしね。そして次のね、あの期待されたオーバーエイジ枠のあの、アテネ五輪もエコノミークラス症候群で同じように欠場ということでね、ワールドカップとオリンピックを棒に振ったというね、まあ結局ね、あのワールドカップ大舞台になればなるほどね、あの活躍する中田英寿とかね、本田圭佑とかいますけどね、ワールドカップ直前ですよね、ワールドカップとかオリンピックの大舞台の直前に病気になってね、欠場する、まあ高原もね、運が悪いとしか言いようないですよね。すごい才能があっただけにね、残念ですね。まあワールドカップも1回出て、ヨーロッパでも南米でも日本でもフォワードとして大活躍を、まあアジア大会とかでもね、ゴールを量産して大活躍をしましたのでね、まあ素晴らしいサッカー人生やったと思うんですけど、やっぱり1回のね、日韓、地元の日韓ワールドカップ欠場、アテネオリンピック欠場というのはね、本当に残念やし、かわいそうやしね、まあ残念でしたね。はい、今日は高原選手についてお伝えいたしました。精神障害者 YouTuber の竹内です。皆さん、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。